先生に聞いてみようのコーナー第1弾イエーイ。今回のゲストは浜島さん。それでは浜島さん、自己紹介お願いします。こんにちは。こんにちは。視覚デザイン専攻の浜島修と言います。イエーイ。簡単な自己紹介ですが、私は、おもちゃを作ったり、ゲームを作ったりする会社から、今年の2021年4月に、金沢美術工芸大学にやってきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご紹介ありがとうございました。それではじゃあ早速質問いってみようか。いってみよう。じゃあ、川島さんは先ほども言ったように、私1年目で入ってて、小山田先生ってことなんだけど、金沢の雰囲気はどうかな？そうですね。金沢美術工芸大学は、実は僕の母校でもあるので、自分が大学生時代だった頃と比べてみると、どうかなっていうところの話をしようかなと思うんですけど、あんまり変わってない。変わってないよね。校舎もボロボロだし。学生同士は和気あいあいとしてるし、そう、僕がいた頃の良かったものみたいなものは、引き続きあるかなと思っています。で、なんか思うのは、まだやっぱり来たばっかりで、学生の頃を思い出してしまって、自分のクラスメートがいない大学みたいな。ああ、ちょっと寂しい。そう、ちょっとなんかセンチメンタルな気持ちで日々過ごしております。ああ、そっか、でもすごい、学生時代の気持ちそのまま入ってきた感じ。うん、そうだね。フレッシュな気持ちを。フレッシュです、フレッシュ。日々頑張ってます。ありがとうございます。はい。では、1年生の段ボール課題を担当しているっていうのを聞いたんだけど、ちょっと段ボール課題の話を聞きたいなと思うんです。聞きたい。わかりました。段ボール課題は、まあ、僕がいた頃にもあったんですが、去年までいた、名物教員の工藤先生が担当されていた授業で、段ボールを使って、課題内容は自由なんですけど、1年生に好きなものを作ってもらうっていう授業になります。で、1個だけルールを今年から入れていて、エコをテーマにしたので、段ボール自体に着彩してはいけないっていうルールがあって、で、学生たちは、まあ、着彩しちゃダメだけど、色もつけたいし、なんか質感もいろいろ表現したいしっていうのを、まあ、工夫を凝らして、作品を作り上げていたみたいなのが、ちょうど先日までやってました。で、今収録してるのが8月の頭ですけど、8月の1週目まで、美大の美大ホール前で展示していて、あとは9月に、金沢駅の地下で、展示する予定になってますので、もしこの動画を見れるタイミングで展示してたら、チェックしてみていただければ。要チェックだね。要チェックだね。楽しみ。ちなみに、川島さんがこの学校に通っていた時は、段ボール課題をやったことはあるのかな？はい。どんなものを作ったのか、ちょっと僕知りたいかも。確かに。いいですね。僕の黒歴史を知りたいわけですよ。黒歴史話してほしい。ですね。そう、ちょうど、1年生に、この課題を説明したときに、自分が過去作った段ボール課題の例を見せながら説明したんだけど、当時、僕は、全くエコという、考えがなくて、今の1年生は、廃品の段ボールを使って、全部作ったんだけど、僕はすべて段ボールを発注し、新品の段ボールを使って、何を作ったかというと、恥ずかしいんだけど、浜島家のお墓を作って、はい、中に入れるようにして、尖ってるな。恥ずかしい。恥ずかしすぎる。そう、中から、参拝に来た人、を眺めて、死んだ人はどんな気持ちなのかな、みたいなのを表現するっていうのを、一年生の尖ってる時期にやってて、恥ずかしいよね。かなり尖ってたんだね。周りからはそれは何て言われたの？
先生からは、やっぱり、ダンボールの素材を使ってほしかったんだ。あとは、で、期待してるものはやっぱこう、今、みんなが、学生たちが展示してるような、こう、味わい深い表現とか、うわ、ダンボールってこんな質感出せるんだ、みたいなところが、きっと見たかったはずなんだけど、僕はもう超直線的で、綺麗なダンボールで作っちゃったから、ちょっとそこは、なんか、表現してほしかったな、みたいなことを、寺井先生に言われたのを覚えてるな。寺井さんが。ただ、まあ、やっぱ中に入れるとか、なんかこう、試みとしては、なんか当時の、先輩とかは、なんか褒めてくれたので、なんか、そこでなんかこう、人の、こう、使ってというか、人に協力してもらって、何かこう、コミュニケーションを持ったり、なんかこう、お墓に機能を持たせるみたいなのが、なんか個人的には好きだなっていうのに気づけた作品でもあったかなと、今思うと、よく言える気がしました。中がダンボール、サルとダンボールってことで学びも多いかな。ありがとう。すごい。めちゃめちゃ恥ずかしいけどね、やっぱり。お互いの至りも遠い。お墓を作ろうと思わないですね。尖った考えです。それが見たいです。尖ったって言われれば言われるほど恥ずかしいね。刺さってくるね。私、いい話をありがとう。ありがとう。いえいえ。次の質問。はい。はい、ちょっとここで、川島さんはゲーム会社で働いていたって聞いたんですけど、ゲームマニアの川島さんの最近イチオシのゲームって何かあるのかな？はい、聞きたいよね。わかりました。まあ、ちょっと語弊があって、僕は全くゲームマニアではなくて、どちらかというと、ミーハーが新しいゲームが出たら、話題作とかができたら、とりあえず買ってみて、買ったよって言いたいって。で、そこから面白かったらちゃんとやるんだけど、なんかそこは、やっぱりゲームをやり込んでる人たちがいっぱいいるんで、まだマニアっていうにはちょっと、みたいなところがあります。ただ、まあやっぱりゲームは、割かしやったので、まあおすすめのゲームって聞かれると、ありますよって、やっぱ言っちゃうよね。それはぜひ、存分に語ってもらいたいところ。あ、楽しみ。まあ、いくつかあるんだけど、今日準備したのは、オフラインゲーム、ボードゲームとか、カードゲームとか言われるものの、事例と、あとは、僕が今、やったテレビゲームかな？家庭用ゲーム機で遊べるゲームでおすすめできるものがあるので、ちょっとそれを持ってきました。あー、すごいいっぱいあるね。そうだね、山積みになってる。山積みになってるね。その中から1個か2個ご紹介できればいいかなと思うんですけど、どうですかね。どれ紹介してもらう？しかもどれが気になる？いいね。気になったやつを説明するよ。いや、どれもすごく気になるんですけど、この一番近い、泥棒狐のマジックパンツ。すごくなるかなぁ。確かに結構箱もひときわ大きくて存在感があるね。そうだね。泥棒ギズネのマジックパンツは本当に、こういう家族で遊べるゲームみたいなのって、時々おもちゃ会社から出るんだけど、このギミックは本当に、久々にどうやってんのっていうのが。うわぁ、すごい。丸ごとキツネが出てきた。このキツネのフィギュアの、パンツに、宝石を詰めていくゲームですよね。僕たちが詰めるの？そう。それを宝石を詰めていって、サイコロを転がして、サイコロに出た目の数の宝石を、キツネのパンツに入れていく。で、このパンツだと思わなかった。このパンツに宝石を入れると、その入れた数だけ頭を。で、これを叩いていくと、うわそう、一瞬でパンツが、ズボンが脱げてパンツ一丁になるんだけど、そう、で、この間にこの宝石を、ゲームプレイヤーたちを集めて、一番多く持ってた人が勝ちっていうゲームなんですけど、
そんなルールはさておいて、このおもちゃのギミックがすごすぎて、パンツどこ行ったんだみたいな気持ちになったでしょ。どこ行ったの。まあ、ネタバラシしちゃうと、その、下に吸い込まれてるんだけど、これは本当に面白くて、ぜひ買ってみたいと思って、そう、この商品が出た時の動画を見て、絶対買わなと思って、買ったんだ。すごい楽しそう。これはちょっと、これを今聞いてる人にもぜひやってもらいたい。ぜひ見てもらいたい。この消える瞬間見てもらいたい。ね、これは本当にちょっと実際見ないとわからない感動だよ。友達の、子供とかと一緒にやってもめちゃめちゃ受けがいいから、これは一家に一台あると、なんか友達の子供が遊びに来た時に超受けがいいからおすすめです。びっくりする。そんな人たちいないかもしれない。すごいものを紹介してもらったね。すごいね。そうだね、これは本当に面白い。あとは、テレビゲームで、あとみんながすぐ、手に入るものって言うと、最近やったのは、任天堂スイッチでダウンロードできる、リターン・オブ・オブラディーンっていうゲームがあって、これはね、推理ゲームに近いんだけど、昔の、ゲームボーイみたいな、ゲームボーイってわかるかな？任天堂が出してた、ゲーム機で白黒画面なんだけど、あえて白黒で作っているゲームで、これは、しかも制作してる人がほぼ一人で、すごい作ってるインディーズゲームなんだけど、すごく面白い。主人公は保健調査員で、ある事件があって、オブラディーン号っていう船で、100人、人が亡くなってて、そう、なぜこの人たちはどうやって死んだのかっていうのを、ある能力を使って調べていくっていうゲームなんだけど、このある能力っていうのは、時間を巻き戻せる、時計みたいなのを持っていて、で、その人が死んだ瞬間にタイムスリップ。面白い。ただ、その死んだ瞬間だから、自分は動けるんだけど、その空間は止まっていて、限られた止まっている空間で死んだ瞬間を分かるんだけど、なぜ殺されたのか、銃で撃たれたのかとか、海で溺れたのかとか、そういうのをメモしながら、調査書を作って、最終的に自分の働いてる保険会社に提出するっていうゲームなんだけど、自分の死に方を調査する。そう。っていうので、まあ、100人ぐらいの、人たちが、いろんな死に方をしていて、それを調査するのが面白いっていうゲームなので。100通りどんどん調査していく。すごいね。すごく面白そう。なんかオーソドックスな死に方から、こんな死に方あるんみたいな死に方まであって、なんかこう、いろいろなこう見どころがあるんだけど、ぜひやってもらいたいなと思って、いろんなところで紹介してますし、なんか、まあいろんなところでもテレビとか、いろんなところで紹介されてるゲームなので、知ってる人もいるかもしれないんだけど、もうぜひやってもらいたいなと思って。任天堂スイッチといえば、最新のゲーム機だから、持ってる人もたくさんいるかもしれないし、これはぜひ遊んでほしいね。僕もやりたくなってきた。ぜひやってください。任天堂スイッチ持ってるから。ちょっと家に帰ったら見てみよう。すごくよくできている、このゲームは。川島さんの紹介するゲームに外れなしだね。いやー、全部面白そうだね。あ、ちょっともっと聞きたいところだけど、そろそろ時間が来ちゃったみたい。じゃあ最後に、川島さんに受験生に勇気の出る言葉をもらいたいと思います。お願いします。はい。受験生の皆さん、今、受験勉強だったり、美術の勉強だったり頑張ってると思いますが、美術をやってる時の楽しさみたいなものを大事にして、楽しいっていうその気持ちをちゃんと受験の日まで持ってきて、それをぜひ課題にぶつけていただければと思います。皆さんと会えるのを楽しみにしてます。頑張ってください。素敵な言葉、ありがとうございました。ありがとう。今日はゲストは川島さんでした。ありがとう。どうも。じゃあねー。
先生に聞いてみようのコーナー第2弾。今回はシカがお話ししていくよ。ゲストは鈴木さん、早速自己紹介お願いします。はい、視覚デザイン専攻で、映像、写真、いろんな素材の加工なんかを担当しています、鈴木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速だけど質問いってみよう。鈴木さんといえば入学して一番最初の課題であるクロッキー課題を担当してるよね。クロッキー課題の面白いポイントはどんなところか教えてほしいな。はい、ですね、この課題のタイトルはクロッキーなんですけども、本当にこう人物をクロッキーするのはごくごく最初の段階だけで、あとはですね、今まで使ったことない道具とか、まあ、例えば左手で描いてみるとか、筆とかペン以外の素材とか道具を使ってみるとか、まあ、とにかくその受験で訓練してきたデッサンとは、ちょっと違う切り口を、体験してもらうと、いうのがまあ趣旨ですね。まあ、面白いポイントっていうのが、まあ、僕の方から見てて面白いなと思うのは、やっぱりその上手に描こうとか正しく描こうっていうふうに訓練してきた人がどんどん壊れていくところっていうのが楽しいですね。確かに、はい、なんか髪の毛頭を使って描いたりとか、はい、そういう人も結構墨を口に含んで吹き出したりとかね、いろんなことしてる人がいました。どんどんみんな壊れていく感じだったと思います。それはもうこれから入る1年生もワクワクが止まらないな。あ、そういえば鈴木さんはとても多趣味だって聞いたんだけど、最近の趣味なんか聞いてもいいかな。はい、最近のっていうかもうずっと変わってないんですけど、趣味は、子供の頃からって言ってもいいぐらいで、釣りとか楽器を弾くこととか料理、それから機械維持、まあ工作全般ね、で全部がなんかこう生活とか暮らしと直結してるんですよ。僕はなんかその何かをただ集めるのが好きとかっていうんじゃなくて、例えば自分が乗る乗り物は自分で手を入れて整備したいし、まあ、特に古い乗り物が好きなんでいつも維持するためにメンテナンスしてないといけないとか、まあ、例えば毛針を自分で作って釣りに行って、で釣った魚を自分で料理するとかが一連のなんかこう流れになってたりとか、自分が住むところは自分でリフォームしたりとか、まあ、なんか全部がこう、繋がってる感じ。すごい、何でも作れるイメージが、変わるんだけど。なんか教員展でも、鈴木さんのお家の写真が展示されてて、すごく素敵だったな。そうですね。写真は趣味じゃないんですけどね。ああ、そうなんですか。そうなんですか。写真は仕事、に一番近い領域で、もちろん好きで撮るんですけども、なんかね、やっぱ料理とか釣りとかみたいに、完全にこうフリーな気持ちで楽しめないというか、やっぱ職業意識がそこには少し働くというか。すごい綺麗な写真ばっかりだった。あれはね、そうそう、去年の教員展には、生活とか、趣味とかを、ぶち込んだんです。写真展ものに、全部。そう、混ぜ込みました。あー、じゃあ鈴木さんって感じが。そうですね、なんかコロナっていうのがあって、撮影に出かけたり、まあ、なんかこう機材を使ったりっていうことができないとすると、何ができるかなって考えた時に、家で全部撮影して、まあ、家にあるもので、撮影をしてみようと。すごく身近なものばっかりが映ってたと思うんですけど、
まあそんな風になんか生活と仕事をなんか絡めたのは初めてかもしれないですね。なるほど。うん。では授業でもそういえば写真の授業があるんだけど、写真の現像は特別な部屋で行うんだよね。どんなところでやるのかすごく気になるな。はい。おそらく、技研生の皆さんは入ったことがないであろう暗室っていうところがありまして、真っ暗の、そうですね、あの撮影するのはスタジオっていう真っ白の部屋があって、で、まあそれを、はい、あの特にそのアナログのねフィルム現像っていうのをやるときなんかには暗室を使うんですけども、赤いライトをつけて、暗い中で作業します。なんかねちょっとこうちょっと魔法じみた楽しさっていうか、確かに、まあまあ科学実験なんですけどね、なんか暗い部屋でやるっていうちょっと神秘性みたいな、なんかこう暗い中からこう画像がふわーっと浮き出してくるような面白さっていうのはやっぱりちょっと特別な感じがあるかなと。うん、鈴木さん手作りの機材とかも。あ、そうですね。もう従来のプロセスが道具とか材料が今どんどんなくなってきているので、従来通りできなくなってきたと。で、まあどうするかなっていう時に、その観光機を作ったりとかですね。まあそういうことをこう組み合わせながら、モノクロの現像作業っていうのをプロセスとしては維持してます。なるほど、はい、いや、 やっぱり暗室で実際に写真を現像するなんてなかなかできないよね。本当にすごいな。鈴木さんの授業は楽しい授業がたくさんあって本当にワクワクしちゃうな。もっといろいろ聞いていきたいところなんだけど、時間になってしまったので最後に受験生に勇気が出る一言お願いします。はい、一言か、難しいけど、やっぱりこう、夢があって、皆さん頑張ってると思うんですね。で、なんか傾向とか対策とか、受験勉強とかって思わずに、自分が進みたい夢に向かって、例えばデッサンにしても、学科にしても、全部が繋がっていってると思うんですよ。うんうん、で、苦手なところは、それをどう克服するかを楽しむとか、で、まあ、何よりも自分の得意なところを、伸ばすっていうところを、まあ、楽しんで、一生懸命やってもらうといい結果になるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。それでは今回の先生に聞いてみようのコーナーはこれでおしまいです。じゃあみんなバイバーイ。先生に聞いてみようのコーナー第3弾イエーイ。ゲストは坂野さんです。坂野です。こんにちは。こんにちは。では早速自己紹介お願いします。大学では印刷とかあと文字を詰めたりとかそういうことを教えたりとか、あとね情報をたくさんの情報を編集したりとかそういうことを教えてます。いろんなことやってますね。あ、やってるんですよ。その他はなんか結構お金大好きでお金大好き、金が好きっていうわけじゃないですけど、なんかお金って仕組みって面白いじゃないですか、うんうん、デザインってやっぱり経済と絡むのでお金って切っても切り離せないんですよ。でそういうところを結構分かりやすく説明したりとかそういうこととかもしてます。あとはなんかねエントリーシートって就職活動必要なんですけど文章結構ちょっとあんまり上手じゃない人多いので、うん、そういうのを教えたりとかしてます。うん、大事だよね。うん、あとはねなんか漫画好きなんで学生になんか漫画をおすすめしたりとか漫画ソムリエみたいなこともやってます。ありがとうございました。盛りだくさんだったね。いろんなことやってるんだね。じゃあそれでは早速一つ目の質問いってみよう。いってみよう。イエイ。坂野さんは出版社で働いていたっていう噂を聞いたんだけど、もしよかったら今までの作品やお仕事をちらっと見せてもらいたいな。出版社で働いてないです。あ、噂、あくまで噂だったみたいですね。多分本を作ってるってことを言いたいと思うんですけれども、出版社では、で
がデザイナーがあるわけじゃなくて、出版社から依頼されたデザイン事務所とかで働いてました。なるほど。じゃあ今までの作品やお仕事をちらっと見せてもらいたいな。はい。僕はあのカナビに来る前は、あの本のデザイナーをやってまして、書籍をたくさんあの作ってました。皆さんよく知ってるものだと美術手帳とかをもう12、3年前とかになっちゃうんですけども、やってました。わあすごい有名な美術手帳だ。これ全部中身も外身もデザインしてるの？そうですね。なんか、アートリクターとして、あの、3ヶ月に1回ずつぐらい特集ページをデザインします。特集ページっていうのは最初の特集なので、100ページとかぐらいかな、一人でやりますね。100ページも一人で？すごい。すごいね。あ、これ文字がたくさんある。もしかしてこういう文字の一つ一つの組み方とかもこだわっているのかな？そうですね。なんかフォーマットがあるんですけれども、そういうフォーマットを使って、で、スピード感を、なんか、こういうのって、1週間とか10日とかで組まなきゃいけないので、そういうのをパカ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 やっていきます。へぇー、奥が深いね。ねぇ、聞けば聞くほど。ほんと。他の本も見せてもらいたいな。あとは、硬いところだと、高校生の英語の教科書とか作りました。教科書だ。教科書もデザインしてるんだね。こういう教科書っていうのはどういうところをこだわって作っているの？そうですね、これはそうだな、なんか勉強みんな嫌いじゃないですか。だからあんまり勉強嫌にならないようにちょっと明るい色を使ったりとか、あの楽しいイラストとか楽しい写真とかをあの入れていくみたいなことをしますね。こういうイラストレーターとかもあのデザイナーが選んだりとかします。そうだったんだ。こんな楽しい教科書なら勉強嫌いの書くも楽しく勉強できそうだね。そうだね、ちょっとやりたくなってきたかも。すごい、やっぱ教科書の力ってすごいな。じゃあこの本とかとっても綺麗な表紙、この色なんかにももしかしてこだわりがあるの？まあ、色のこだわりっていうか、なんかこう穴開いてるじゃないですか。こういう穴とか開けるとね、あの日本にはあの本をあのいろんな全国に配本するための取り次ぎっていう会社があって、取り次ぎのおじさんに怒られちゃうんだよ、こういうの穴開けると。なんでかっていうとね、あの本を並べると他の本を汚しちゃったりとかしたりとか、こういうふうに破れちゃったりするのがすごく嫌がられて、面白いデザイナーをデザイナーいっぱいやりたいんだけど、取り次ぎの人に怒られてできないことってあるんだよ。うわぁ、苦労がいっぱい。本の世界にも結構決まり事がたくさんあるんだね。そうだね。美大生とかね、受験生とかっていうのは、いいものを作ればいいと思ってるんだけど、本当はいいものを作るだけだったら簡単な仕事なんだよ。その後のなんかいろんなことを制限するおじさんとかと戦う方がデザインの仕事かな。確かに。そこからデザインがいかに流通させていくかがデザインの力の見せ所っていうところもあるんだね。そうだね。わあ、すごい本がいっぱいあるな。しかも本を作って売ってみたくなっちゃった。あ、そういえば、かなみには本を作って売れるイベントが毎年開催されるって聞いたんだけど、それってもしかしたら坂野さんが関わっているのかな？え、そうなの？そうですね。なんかあの、かなみにはジンプロジェクトといって、みんなで本を作って売るっていうイベントが、もう8回目か9回目ぐらいになりますね。年1回やってます。すごい。あ、そんなイベントがあるんだ。うわー。と、やってみたくなっちゃったな。お、それはちなみに毎年どのぐらいの生徒が本を出しているの？結構ね、最近多いですよ。で、去年とかはなんかすごい行列ができてた。へー、人気のイベントなんだね。あ、僕たちの前にたくさんジンプロのフライヤーがあるけど、毎回イメージが違うね。これって誰がデザインしているの？それは僕です。わー、高野さんが。すごい。すごい。もうどれも可愛いね。これはイラストとかがとっても可愛いけど、毎回違う人が描いているのかな？そうですね。イラストは卒業生だったりとか、他校の学生とかに描いてもらって、僕がデザインしてます。へー、すごい。一つ一つ、イラストにそれぞれ個性があって、すごく楽しそうだね。そうだね。ジンプロの雰囲気がとっても伝わってくるね。
あ、そういえばここにとっても可愛い冊子が置いてあるのがさっきから気になっていたんだけど、このピアチュールっていうのは何なの？ピアチュールは人狼で昔出した本なんだけど、卒業生の学生の卒業制作でアニメーションを作った学生がいたんですよ。で、作ろうってピアチュールで YouTube で検索すると可愛いアニメーションが出てくるよ。あ、そうなの。それは帰ったら検索しないとね。うわー、可愛い。これは洋服をメインにしたアニメーションなのかな。そうですね。授業でお話の授業とかもしてるんだけど、お話を作るっていう授業があって、まあ、僕はでも作家とかではないので、まあ、自分でちょっとお話を組んでみようかなと思いまして、架空のアニメーション企画を作りました。へぇー。わぁ、細かいお話まで全部ストーリーが作られてるよ。これは卒業生の人が作ったってさっき言っていたけど、坂野さんはどのあたりに関わっているの？企画とか、絵以外は大体やりました。そうですね、テレビアニメと考えたときに盛り上がりをどう作るかとか、その人間関係とかキャラクターをどう動かしていくかみたいなことを作っていきました。そうなんだね。そんな風に生徒と先生が合同で一冊本を作り上げるっていうこともあるんだね。わあ、すごい。いろんなことができるんだね。楽しそうだな。じゃあ、たくさん本を見せてくれてどうもありがとう。ありがとう。じゃあ、ここで坂野さんの担当する課題について聞いていきたいなと思うんだけど、坂野さんの授業の中で一押しの課題はどんなものがあるのかな？みんなでね、ポストカードを作るっていう課題があるんだけれども、ただのポストカードじゃないんですよ。これ見て。あ、特別な。すごい鮮やかな色が、ね、いっぱい使われてるよ。蛍光色もとっても綺麗。なんかね、パッと見てやっぱりすごく鮮やかでしょう。普通の印刷と違って、こういうの特色印刷って言うんだけれども、普通の印刷は C、M、Y、K って4色で印刷してるんだけど、緑とか蛍光のオレンジとか、そういうものを直接印刷する方法があって、6色で印刷するっていう授業をやってます。で、これは、日本中の美大の多分どこでもやって、でなくて、カナビだからこそできる特別な授業です。すごい、カナビならではの授業なんだね。まあ、どれもとっても鮮やか、綺麗だね。これをみんなそれぞれが作れるなんてすごく楽しそうだね。そうだね。特色印刷ってなんだかちょっと難しそうな響きだけど、普通の印刷とどういうところが違うのかな。もしかしたら入稿するデータとかも違うのかも。特色印刷のデータを作るのはとっても難しいです。うわ、そうなんだ。毎年学生は大混乱何をやってるか全然わからないとかって言いながら入稿する羽目になるんですけれども、出来上がったのは結構さすが美大生、それなりにいいものができてくるんですけれども、みんな出来上がるまでとっても不安です、感じはそうなんだ。特色だから出来上がりまでどんな色になるか、どんな風になるか分かんないっていう感じなのかな。そうですね。難しいことというか、今ってパソコンを使ってデザインをするんだけれども、パソコンのモニターに出たものがそのままプリンターとかで出てくるじゃないですか。うん、確かに。特色印刷っていうのは、モニターに出たものと出てくるものが全然違う色で出てくるんですよ。そうなんだ。それは僕たちが普段やってる印刷とは全然違うね。わー、聞いてるだけで混乱しそうだね。ね。そうですね。混乱するんですよ、毎年。カナビって、20人しか学生がいないんだけれども、僕が面倒見れる限界かなって思ってます。20人だからこそできる課題っていうことなのかな。そうですね。100人とかいる学校ではちょっと無理かな。ああ、じゃあもうそこも踏まえてカナビならではの素敵な課題だね。わあ、本作るときにちょっと使ってみたいかも。いいね。やっぱりそういうときは坂野さんに頼れるかもしれないね。そうだね。いや、たくさんお話ありがとう。じゃあ最後に受験生に何か一言お願いします。カナビ楽しいので、みんな頑張って入ってきてほしいなって思います。ただ、みんな今一生懸命
絵を描いてると思うんだけれども、あの、カナビに入ってくる人たちっていうのは、みんな絵が上手なんですよ。で、入ってきちゃうと、絵の上手さが全然生きないんですよ。多分みんなもう、クラスで一番絵が上手な人がこれ聞いてるんじゃないかなと思うんですけれども、クラスで一番絵が上手な人がみんな集まっちゃうので、絵が上手なのは、何も役に立たなくなっちゃうので、あの、できれば、絵以外の部活とか、なんか好きな勉強とか、すごい、こだわりの趣味とか、そういうのを一生懸命頑張ると、それがかなり入ってきた後にすごく活かされると思いますので、まあ、絵を描くの好きだと思うんだけれども、それ以外のことも一生懸命遊んで勉強して楽しんで、かなりに入ってきてください。ああ、現実的な一言でした。ありがとうございます。みんなとても勉強になったんじゃないかな。それじゃあ、今日の先生に聞いてみようのコーナー第3弾、ゲストは坂野さんでした。ありがとう。坂野さん、ありがとう。それじゃあ、またねー。